金トラシゲは、大韓民国軽機動安山市出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。K リーグにソウルイーランド FC 所属。2008年に U-20 サッカー、大韓民国代表に選出された。2011年の K リーグドラフトでは指名されなかった。成金館大学校卒業後、ナショナルリーグ所属の高領市長 FC に加入した。2012年2月。 ロシアの PFC チェスカ・モスクワに一年契約で移籍した。ロメディアではチェスカ・モスクワのスポンサーであるヒュンダイの移行で他の韓国人選手と共に練習に参加し好印象を残したため契約に至ったと報道された。レオニード・スルツキー監督は朝鮮日報に対して金銀星が K リーグクラシックでプレーした経験もサッカー、 大韓民国代表に選出された経験もないことに驚いたと語った。同時に彼のような経歴の選手がクラブに加わるのは史上初のことだがよく適応しているし楽しみにしていると語った。同期入団はアーメドムサ・ポントゥス・ベアンブローム。韓国でも無名だった選手が UEFA チャンピオンズリーグ2011から12に 出場しているクラブに移籍することになったため、韓国メディアでは、サッカー界のシンデレラと報道された。UEFA チャンピオンズリーグに出場選手、登録されると、移籍後初の公式戦となった2月22日の、レアルマドリード戦でベンチ入りしたが、出場機会はなかった。3月3日に行われた FC ゼニと、 サンクトペテルブルク戦の後半アディショナルタイムにムサと交代でロシアプレミアリーグに初出場した。2012から13シーズンはプレシーズンマッチの FC トルペドモスクワ戦で2得点するなどアピールしたが9月26日に行われたロシアカップの FC トムトムスク戦の終盤に途中出場したのみに終わった。2013年1月に契約延長オプションを行使。 せずに放出されることが発表された。チスカ・モスクワでの公式戦出場は、リーグ戦1試合、カップ戦1試合の合計2試合だった。2013年冬、K リーグクラシックの城南一は天馬に移籍した。主に途中出場で、リーグ戦31試合、韓国 FA カップ戦2試合に出場した。2014年1月、全北現代モータースに移籍した。ありがとうございます。